SIR のペーパーアイドル。時は平成の暮れ、芸に生きると決めた者たちが一心不乱に刻む歌方の思い、いざ貫けサムライダー。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この番組はこのインターネット時代にあえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークありライブありの盛りだくさんの30分番組です。ね、これねもう100回以上やってるんですけどね、ようやく台本見ずに言えました。ありがとうございます。さあ今回 MC を務めますのは私たちサンスパイドルリポーター略して SIR です。 SIR のチームエンペラーと私たちチームテリーです。真ん中の人は芸人です。どうもです。さあ今回私たちはですね、 SIR はサンスポ PS リポートというフリーペーパーで活躍するペーパーアイドルでございます。はい、そしてこの番組はですね、浜松町文化放送1階のサテライトスタジオから公開収録でお送りしております。さて今週もですね、番組の後半で8期候補生 SIR の8期候補生が登場いたしますので、そちらの方もお楽しみにということでございます。それでは今夜もペーパーアイドル発動します。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りします。こちらのコーナーをお届けしましょう。カツレ SIR アニソンバトル。こちらはですね、ペーパーアイドルの公開収録後に行っております観覧無料ライブとの連動コーナーでございます。はい、毎回出演チームがライブで歌いたいアニソンをリスナーさんからいただいたリクエスト曲の中から選んで練習をします。はい、そしてこの公開収録でライブの見どころをアピール、そしてリスナーさんはそれを聞いてどちらのアニソンが聞きたいかをですね、ツイッター SIR の公式ツイッターで投票してもらい、票をより多く集めたチームが実際にアニソンを歌うことができるというルールでございます。投票はですね、 SIR の公式ツイッターにてこの収録中に行いますので、まだこの放送を、ね、ご覧の方は投票ができませんので、うん、ぜひ公開収録に遊びに来てください。はい、やってます。さあということで今日も早速ですね、各チーム練習してきたアニソンを発表いたしましょう。はい、まずはチームエンペラーからお願いします。イエイ、チームエンペラーのセンターお願いします。あ、じゃあ言わせていただきます。私たちチームもエンペラーが練習してきたのは、せーの、ふわふわタイム。イエーイ、ちなみにそれはどうでもいいんですけど、このふわふわタイムって何の曲なんですか？軽音というアニメソン、はいはい、軽音というアニメがあったんですけど、その軽音のアニメソングとなっております。なるほどね。はい、はいはい、まあ、で SIR の、ね、チームエンペラーは今日はもうエンペラーとして萌え萌えにふわふわタイムをお届けするわけでございますが、チームデビルの皆さんは何になさいますか？あ、チームデビルも、まあ、対抗してうちのセンター行ってもらいましょうか。なります。じゃあ、まあ、なんかすごい自分が先にやってますよみたいな風に言うエンペラーさんからアピールタイムしていただきましょうか。じゃあアピールしちゃいましょうか。はい、それではいきましょう。チームエンペラーのアピールタイムスタート。はい、私たち普段はペラペラエンペラーだけど、今日はあなたのプリプリプリンセスもエンペラーです。イエーイ。私たちは軽音のふわふわタイムを練習してきて、1週間前からツイッターに動画を上げたりいろいろしてたので、それだけ練習もいっぱいだ
私一番後輩なんですけど、先輩方のあの頑張る勇姿に勇気をもらって今日も頑張っております、うん、だよね、わかる。そうなんです。先輩方がすごく仲が悪くて、あ、どうしたの。先輩方がすごく仲が悪くて、くしゃみ出たのかな。先輩方がすごく仲が悪くて、ね、大丈夫だよね。ダブラブだもんね。仲良しだもん。全然今入れようとしたけど、喧嘩なんてしたことないよ。私センターだから、ちょっとエンペラーの応援よろしくお願いします。終了。あ、なるほど。あの、ここでセンター取り合いしてるわけだ。あ、全然、私がセンターです。そういう設定。私がセンターだよね。いつも位置間違えてんじゃん。あ、間違えた。あんたが間違えたから。もうエンペラーはね、やっぱちょっと設定しっかりしてますから、はい、なるほど、なるほど。じゃあチームデビューに行きましょうか。はい、じゃあセンター。ちょっと待って、ライトが分かったな、分かったな、これは。いや、分かんない。まだ、はい、一応アピール聞いてもらいましょう。はい、それではチームデビューのアピールタイムスタート。いや、私たちは生まれた時からね、練習してきたふわふわタイム、みんなに見せちゃうよ。そうなの、そうなの。ママのお腹からオンギャーって生まれた時、みんなオンギャーって言うでしょ。私たちはふわふわって言いながら生まれてきたの。そうなの。なんかもう、なんかもう、もう、モエンペラーですか。モエンペラー。なんかモエンペラーさんは1週間前って言ってたけど、私たち生まれた時からだから、そう、だからね。いや、生まれた時はカウンター20何年って言うの言えよ。じゃあ、あの、モエンペラーの動画をデビルに横流ししたりとか、歌詞割りを横流ししたりとか全くしてないんですよ。全然知らない。だって私たち勝てないからって人の曲真似しようと思わないし、してるじゃん。同じ曲やったらもしかしたら勝てるのかなとか思ってないし、今のところ連敗続きだし、もうデビルの方がかろうじて平均年齢が低いかな。やっぱりこっちの方が萌えをお届けできると思う。萌えペラは萌えにかかってるけど、モデビルってなんだよ。モデビルってなんだ。さあ、ということで終了でございます。各チームアピール終了しましたが、はい、はい、そしてこのコーナーではリスナーの皆さんから私たち SIR に歌ってほしいアニソンリクエストを募集しております。たくさんのリクエストお待ちしております。以上、カスレ SIR アニソンバトルでした。SIR がお送りするパチンコ最出場バラエティ、回転 SIR のパチンジ、金曜27時10分より放送中。みんな見てね。ここからは私、伊藤みのりと鈴川るい MC を担当します。さあ、ということでここからは8期候補生のコーナーということで、早速8期候補生に登場していただきましょう。どうぞ。こんな髪型でいじんの超嫌なんですけど。なんかどうした、髪型おかしいよ。お前らだ。候補生今9人で活動してるんですけども、今日はですね、今週の12月5日から11日までの中間総合ランキング、こちらの上位5名の方に登場していただきました。ということで、じゃあ1位のイズミンから自己紹介お願いします。はい、SIR8期候補生チームプチデビルのアイドル界の爬虫類昆虫かアニメ族、好きなことには一直線、イズミンこと泉アスナです。イズミン。はい、チームプチエンジェルの愛嬌レベル19、ちょっぴりぽっちゃりおっとりしんじうかちゃんこと長尾優香です。うかちゃん。はい、チームプチデビルのこう見えても元高校教師なんです、ベビーフェイスのアイドル1年生マージこと横山じゆです。マージ。はい、完璧主義の熱血ガール、頭がお花畑なのは内緒です。マッサンことは松野あさみです。よろしくお願いいたします。マッサン。はい、チームプチデビル、そんなに見つめちゃダメ、癒し系グラマラスガール、ともかむこといつきともこです。よろしくお願いします。ともかむ。はい、ということでこちらの5名の候補生と一緒にお届けする企画はこちらでございます。萌えキュンセリフコンテスト。イエーイ。今回ね、こういう企画なのかと言いますと、はい、まあ、私たちの同期のね、うん、佐野ピッピがですね、務める新曲
シノベットにはですね、うん、萌えキュンセリフがあるんですよ。そうなんですよ、佐野がバンバン萌えるセリフ言っちゃってるんですよね。そうなんですよ。で、まあ、今後皆さんがエサヤの正規メンバーになってセンター務めた時にも、うん、もしかしたらね、もしかしたら萌えキュンセリフがあるかもしれないので、まあ、今のうちに慣れておきましょうという感じです。はい。で、これからですねシチュエーションを発表するので、うん、それにぴったりな萌えキュンセリフを答えてください。総合的評価して一番萌え萌えだった人が最後まで出演できます。おお。ただし何全くもうキュンキュンしない、もうやばい、うん、そんなやつは退場だ。うわ、せっかく上位に入ったのに。そうだ、退場なんだ。これはなかなか厳しいですけども、じゃ早速やっていきましょうか。はい、自信あります？大丈夫？あー、あります。みんな大丈夫？大丈夫？さあでは早速シチュエーション私が決めていくので、何から行こうかな。そうだな、じゃあこれにします。いきますよ。お仕事から帰ってきた彼の疲れを吹き飛ばす一言。おー、むずい。なかなかの難しさ。なかなかね、ね、だって疲れてる時どんな言葉をかけて癒すかですよ。これは思いついた人どうぞ。はい。おお、いいですね、マッサン。出てくるの大事。いきます。じゃあマッサンのお仕事から帰ってきた彼の疲れを吹き飛ばすセリフまで、3、2、1、どうぞ。あ、浅尾くん、お帰りなさい。浅尾くんのために今日は浅尾くんがいない間に私の生まれの場所である青森県からリンゴ持ってきたよ。これ一緒に食べよう。ちょっと待って、ちょっと待って。浅尾くん誰やん。彼だよ、彼と浅尾くんって呼んでるの。はい、浅尾くん、一応浅見浅尾という方で相方の浅尾にしてました。完全に名字だと思う。萌え、萌え度はね、うん、はい、あ、大豆ぐらいかな。これは厳しい。でもね、やっぱりリンゴ好きだから、うん、まあ、リンゴもらったら嬉しい。これ少しのやつもリンゴポイントよ。あ、そう、リンゴポイント、リンゴポイント。ありがとうございます。リンゴに感謝です。青森県でよかったね。はい、よかったです。じゃあちょっとマッサンを超えていけるよって人。はい、お、いきます。はい、いいですか。あ、じゃあトモコムのセリフ、はい、3、2、1、どうぞ。おかえり、今日はねご飯作ったんだ。でも私のチューとシチューどっちがいい？ふー、え、ふーなの？え、ちょっと親父ギャグ入ってない今。ちょっと入れました。でもやっぱわかんないけど、うん、チューしたいかもしれないじゃん。あ、まあね、そういう気分かもしれない、ね。うん、そうそう。え、人類的には結構、うん、まあチューポイント結構でかい。あ、チューポイントでかい。チューされたい。チューされたい。シチューポイントは？シチューポイントはない。シチュー嫌いだから私。今のところチューとリンゴ入れとけば大丈夫。次ある人。じゃあうかちゃん。はい、じゃあうかちゃん早速どうぞ。はい、はい、あ、おかえり、いつ帰ってきたのかな。ちょっと電気カーペットつけてうとうとしたからわかんないんだけど、私が寝たところあったかいからどうぞ温まってください。え、懐に雑煮入れときましたみたいな感じ。あ、温めときました。温めてきましたって。そういうこと？どういうこと？あ、そうです。これちょっと不思議ですね。ちょっと怪しい、怪しい、萌え怪しいよこれ。これは怪しいよ。さあ残った2人どうする？こういうの先にいた方が多分いいよ。はい。じゃあマージの方が早かったからマージ行っちゃいましょう。はい、お願いします。はい。おかえり。今お風呂入れたばっかりだから疲れ癒して、でその後に一緒に牛しよ。以上です。どうですか人類。でも牛はねされたい。牛、うん、はされたいし、うん、牛されたいから、まあまあまあ、あ、まあまあ、結構高評価、うん、そう、触れ合いたい。寒いし最近。そうだね、人肌恋しいのよ私も。なんかあった？大丈夫？なんもないけど、まあ、寂しいの。さあということでこのシチュエーションラストはイズミンでございます。はい、早速イズミンのセリフお願いしちゃいます。うまいこと、うまいこと、うまいこと。おかえりー。あれ？どれの距離にいる？おかえりー。あれ？なんか疲れてるね。ここ座って、マッサージしてあげる。何この座って？拍手してくれてる、ね、拍手してくれてる人いるけど、え、人類、え、マッサージは？ポイントは？マッサージはね、それもう萌えではない。
あ、物理的な癒しになっちゃった。それでそれちょっと脳萌え。あーえー、あー渾身の渾身のだったんや。癒しだね。そうだね、癒しが欲しかったね。そうじゃあ、このセリフはちなみに誰が一番良かったの？でも難しいけど、うん、でもやっぱりねチューしたい、私は、チューしたいからチューとシチューの。おー、じゃあトモコム一歩リードしましたね今。おめでとう。やったー。さあということで、じゃあもう一個だけいけるということなので、もう一個じゃあマイキュンセリフコンテストいっちゃいましょう、うん、じゃあねこれちょっとね個人的に見てみたいなって思うのが、うん、いいですか、お兄ちゃんを朝起こす時のセリフ。さあどうぞ。いないかー。積極性を持て。いいよいいよ。じゃあマジ早速、はい、お願いします。お兄ちゃん起きてよ、起きないと怒っちゃうぞ。怒られたい。高評価。怒られた人いたらここに。うん、いたから。高評価高評価。いいですね。いいすね。ちょっとツンデレのところがね、やっぱツンデレの萌えも結構好きなので。なるほど。これはなかなかポイント高いじゃないですか。なかなか。じゃあどんどんある人。はーい。はい。じゃあ昆虫科の方どうぞ。昆虫科の方いきます。はい、お兄ちゃん起きてー。遠い遠いよ。一緒にラジオ。どうでしょう。どうでしょう。どこにいるの。今のどうでしょうのドヤ顔すごかったよ。どこに行っちゃったのね。ラジオ体操大事ですよ。健康のためにも。それはわかるけども、ね、すごいどこから湧いてくるんだろうね自信。これ大事。いやこれねちょっとね、うん、もう帰れ。お兄ちゃん早く起きてよ、じゃないと朝ごはんのタピオカ口にいっぱい詰めちゃうぞ。かわいい。これかわいい。みのりみのりのツボに入った今のは。結構ツボに入った。あのっ朝ごはんになんでタピオカ食べるんだとか。そこそこから変なツボに入ったよね。丸みたいです。かわいかった。からのじゃあある人。はーい。これはじゃあちょっと自主的に言ってもらったからね。ありがとうございます。はい。なんだか急に。萌えボイスですよ。萌えボイス。萌えボイスですよね。ちょっとやばい。可愛い声でやってて。お兄ちゃん。あのね。大丈夫だ。まだお兄ちゃんしかない。嘘。ダメですか。声カスカスはそれだけでダメなんだよ。苦しい。ありがとうございます。こんなタイミングで。こんなさらばマスター。さらばマスターお元気で。はい、じゃあ次、はい、最後私が行きたいと思います。はい、ちょっといつまで寝てるの、いい加減起きなさい。え、なんでって。え、お兄ちゃんのことが好きだから起こしたの。なんかちょっと怪しい怪しい。嘘嘘嘘。可愛かったよ今。怪しい関係ですね。そう、怪しくなっちゃいました。あれこれはちょっと最後まで分かんなくなってきました。でもこれはやっぱ人類にね評価してもらいたいので、うん、難しいな、うん、暫定1位だとトムコムがね。まあまあ確かに、うん、でもね最後はちょっとねなんか怪しい感じしてたから。これはそうだな。でもやっぱ、はい、伊藤さんのやっぱ、うん、心をわしづかみにしたやっぱ朝食はタピオカの方で。めちゃくちゃ気に入ってたから。めっちゃ可愛かった。詰められたいじゃん。今日一気に入ってたから。可愛いってなった。ただオタクの目線で見てた。可愛いってなった。ということで、はい。どうだった、結構萌えキュンセリフ難しかったですか。難しいね、うん、結構ね SR こういう無茶ぶりめちゃくちゃあるんで、うん、あの萌えはね練習しておきましょう。そうだね。急に来るから、うんうん、ね、伊藤さんがあの名古屋公演でやったお手本見せていい。うん、萌える煽りやっていいですか。うん、いきますよ。ご飯にする、ご飯、お風呂にする。ということで今週は萌えキュンセリフコンテストをお届けしました。この後はエンディングです。ご飯
この番組はサンスポ PS リポートラクユーアイドルパスの提供でお送りしました。雨に滲んだ地図を広げまた立ち向かう霞んだ空に一筋の奇跡信じて。さあ早いものでサイアルのペーパーアイドル、そろそろお別れの時間となってまいりました。さあエンディングなんですけれども、今回え一番萌えキュンセリフが良かった人がいるみたいなんですけど、誰？はい、私です。あらゆうかちゃん、はい、はい、どんな萌えゆうかです。うん、はい、やっぱ萌えだった、もう一回言ってあげな、はい、めっちゃ可愛かったから、あの、はい、伊藤さんがすごい気に入ってたから選んだんですよなるほど、一番気に入ってた伊藤さん。他の人はもうみんなが全然好きじゃなかった、あ全然ダメ、うん、普通になんかこれいいじゃんとか言っても、うん、えそうかなじゃあ今から長尾ちゃんにはあのツインテールしてもらわないといけないですか。ツインテール、ツインテール、そうだね、ゆうかちゃんと一緒にお届けします。そしてですね、ただいまのお時間でアニソンバトルの投票は受付終了いたしました。その結果を集計している間に SIR からお知らせです。はい、 SIR ですね、今年秋から冬にかけて全国ツアー6都市回っております。もうすでにね、新潟、札幌、大阪、名古屋、福岡まで放送時点で終わっているのですが、残すところは1月の8日、全部東京ツアーファイナルです。イエーイ、もう SIR もう過去最大の挑戦ということでですね、はい、もう14人かなり気合が入っております、うん、なんとですね、この前日1月の7日にですね、新春楽遊アイドルフェス ZEP 東京にね SIR も出演が決まりまして、ほうほう、最後にチケットが買えるチャンスができました。なるほど、1月7日にも買えるということですね。だから7日までギリギリ悩んで7日に来て買うこともできるので、ぜひ来てほしいんですけれども、はい、現在もですね、販売強化月間と銘打ちツアーファイナルご購入のお客様には、うん、推しメンとのツーショット写メの特典を、はい、プレゼントしております。素晴らしい。そしてサインもしております、うんうんうん、そして、ライブ会場などの物販コーナーにて、その場で新規のお友達、今日もですね、まあ今日は違うか、ライブ会場などの、物販コーナーにてその場で新規のお友達をご紹介していただき、お友達がチケットを購入していただけたら、紹介していただいた、方にチェキ券もしくはサイン券約1000円相当のものをプレゼントさせていただいております、はい、ぜひ友達たくさん連れてきてください、うん、ここでペーパーアイドルでもそれだけでありますので、うん、対バンだけっていうわけでもないので、ここで無料で人も店に、ね、来れますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、ハッキー、ね、候補生が今頑張ってくれてるわけなんですけれども、うんうん、そのハッキー生の中から新しいメンバーが正式に決まります新生 SIR 発表ライブがございます。こちらですね、1月25日に渋谷クラブエージアでとお伝えしておりましたが、ちょっと変更になりました、うん、1月の28日になりまして、場所も渋谷のオークレストさんに変更になりましたので、皆さんお間違えないようにぜひお越しください。新しい SIR の船で皆さんと一緒に迎えられたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてラクユアイドルパス発売中、 SIR のクーポンもありますので、ぜひゲットしてみてください。はい、はい、そして SIR 発揮候補生からもお知らせをどうぞ。はい、私たち SIR 発揮候補生は来年の1月22日までの約3ヶ月間の間、正規メンバーを目指してのサバイバルレースを行っています、うん、まず審査項目4つございまして、はい、1つ目がネット人気投票、2つ目がパチンコリポート、3つ目がライブパフォーマンス、4つ目がネット生放送の審査がございます、はい、詳しくは、SIR 発揮候補生の特設ページを見てみてください。よろしくお願いします。こんだけうちは台本ガチ見せるのに何もないのに優秀な萌え子、ね、すごいな。よし、この番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行います。ただし次回の公開収録は2019年1月4日そう金曜日です。 なるほど、なのでお気をつけください、はいはいはい、出演は SIR とラックアイドル部です、うん、SIR 覇気候補生も登場します。収録後のライブもありますので、皆さん遊びに来てください。金曜日だよ。さあ、そして番組では皆さんからのメールを大募集しています。番組へのご意見ご感想、 SIR やラクユアイドル部ゲストさんへの質問、そして SIR に歌ってほしいアニソンリクエストなどなど、じゃんじゃんお送りください。アドレスはすべて小文字で paper@
joqr.net です。素晴らしい。来週の放送は SIR とラッキューアイドル部がお送りします。 SIR 8期生も登場しますので、8期候補生な候補生も登場しますのでお楽しみに。またこの番組は YouTube でアーカイブを公開しています。詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご確認ください。はい、よろしくお願いします。さあということで皆さんお待ちかねのこちらね、アニソンバトルの結果来たわけなんですけれども、今日ももう萌えのね、はい、長尾萌え子ちゃんにね、じゃあ、せーのでパンって開けていただいて、どっちが勝ったか読み上げていただいてよろしいですか。はい、わかりました。せーの、パン。イエーイ。ふわふわタイム、うん、61%。あったー、はい、同じ曲で同じテンションでやって負けたらもう何にも勝てないですよ。いやでも分かった、私これ気づいたんだけど、うん、今日は、うん、エンペラーとエンジェルの票が入ってるんだよ。いや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 、なんでそんな本当にこれ。私も決めました。ああ来年からアニソンバトル事務所 NG にします。ところだけ言っといて、本当に勝てないんだよね。本当に今日もね、今日決めるこのこと決めるときにさ、うん、これでマジで負けたら、うん、デビル本気で嫌われてるよねって話したけど、はい、嫌いってことだねみんな。いやいや、パクられて勝たれたらこっちの立場がないわ。じゃあ来年もね勝てるように頑張りたいと思います。デビル、はい、アニソンライブは世界中限定なので皆さんぜひ浜松町に遊びに来てください。そしてですね、最後は私たち SIR のライブの模様をご覧いただきながらお別れとなります、はい、ここまでのお相手は私たちチームエンペラーとチームデビルでした。あと、SIR 発揮候補生チームプチエンジェルのうかちゃんこと長尾優香でした。うかちゃん、まいどけハママッチョのみんな、騒いでいくよ。